リブレ出版初の乙女系新レーベルメルティードロップ第2弾がいよいよ登場。仕事も面白くなってきた入社3年目のあなた。そんなある日、家が火事になったことで住む場所を失い、一緒にいた上司川崎辰巳の家に住むことに。大丈夫、お前には俺がついてるから。今日はとりあえず俺ん家来い。いつも頼りになるエリート上司との生活にも慣れてきた頃、新しい家が見つかり引っ越すことになったあなた。なあ、一つ提案なんだが、このままここで俺と暮らさないか。お前のことが好きなんだ。上司の提案を受け入れると。愛してる、これからはずっとずっと一緒だ。俺が守ってやる。出張先で病気になると。どうした、気弱になっているのか。わかった、添い寝してやるから。寝ているあなたに、もっともっと俺に甘えて、もっともっと俺に溺れればいい。休日出勤した会社では。お昼食べよう。ああ、お前は仕事があるから俺が食べさせてやるよ。ほら、あーん。大人の優しさで包み込む彼の思いの行き着く先は。そんな可愛い顔するな。大事にしたいのに、優しくしたいのに、抑えが効かなくなる。こんな顔、他のやつには見せるなよ。絶対。オリジナルシチュエーション CD、愛されすぎてバツバツされちゃう CD、激甘上司。2013年8月23日発売。ダミーヘッドマイクを使用して臨場感たっぷりにお届け。上司と一緒に暮らすか暮らさないかで彼の態度が豹変する分岐 CD。 一緒に暮らすことを選択する人は、大人の魅力で優しく包み込んでくれる激甘上司を。一緒に暮らさないことを選択する人は、病んだことで鬼畜に縛りつけてくる鬼畜上司を。でも2枚聞く方がより一層楽しめます。さあ、あなたはどちらの彼に愛されたいですか。お前は俺だけを見てろ。よそ見なんかしないように、そんな気を起こさないように、俺がたっぷり可愛がってやるから。